はい、皆様こんにちは。リフトドゥンケルハイトでございます。リクに応えて実況プレイ戦国バサラ3宴信長さんの天下統一続けていきたいと思います。我を求めよ。おお、シンプルで今のはすごく分かりやすかった。はい、前回は前田夫婦を倒しましたと。敵勢力に動きあり。さあどうなる。さあ各軍一斉に進軍開始。おお、太平の世に巡るのは生き残った。あ、ごめんなさい、飛ばした。地方領主の皆さん、お疲れ様でした。早えな。さてさて、ご注目の軍は健在か。本当に消えた。混迷乱世はまだまだ続く。本当に地方領主が綺麗に消えた。次第王主、都の絵地とぞなりつる者よ、我に手向けよ、優雅を、だがを。何言ってるかさっぱりわかりませんさっぱりわかりません。これ雪村んとこか。まあ雪村んとこだったら行ってもいいかな。でも寛平さんの時に行ってるからな。あれ、でもそうなんだ。いや、今までって他の武将って自分が取っているところに隣接しているところしか行けなかったけど、信長さんどこでも行ける。さすが信長さん、ワープしていくんだね。さすがだ信長さん、さすが。はねえわ。あ、ここちゃんと3つ残ってるのも気になるけど、でも雪村のところにルーレットとずらへんついちゃったし、行きましょうか。信長さん、ちょっと感動したわ今。さすが信長さん、チートだわこの武器にする。でもそれなりになっかな。攻撃力よりもこっち一応回復つけといてあげたいよな。信長さん個人は強くて私が下手くそだから、早めにやりたいから。あ、違うな。速さを求めてるわけじゃないから、これかな。こっちにするか、残像旅か。残像旅、いや、残像旅しよう。で、新しい技見ときましょうね。突進の技ですよね、多分ね。突進の後ショットガンを放つ。やってたやってた。こういう技ボタン長押しで空中へ通撃カードを。はいはい。やってたね。敵の時にね。よし。じゃあこれで行ってみましょう。レッツゴー。これみんなと話し合うのかな、信長さん。武田総大将、真田幸村がお相手つかまつる。なかった。あれよ、あれよってのおかしいけど。はい、上田城水攻め戦でございます。ここも三成やってる時に行ったな。まあいいや。武田が総大将、俺信長さんだから、真田幸村、幸村と虎の魂を持ってもいいと思うんだけどな。なんか主人公のラストスーみたいな感じでや組み合わせやってたじゃん。どうだ飛び上がった後もなんか撃ってたな。うすの時を伸ばせし者々よ。ちょっと待って、R で長押しからの、ここで、あ、違うの。これとしましては倒しすぎだと思います。普通に撃つのかな。今三角でやる、下にドーンって落ちたから普通に撃てばいいのかな。さあ、いつも通りの感じで。あ、しまった。いや、いいわ。いずれ枯れ花か。なんか凄まじい。いいです、なんでもないです。違うとこ行けばよかったなって。でもルレットスザヘン出ちゃったし。あれ、でも攻撃だな。銃撃ってたの何だったんだ。別の技かも。まあいいや、空中発動可能の技があるかもしれない。どうあっても武田を敵にしたいんだ。うい、松永さん、うろうろしないで戦ってくださいね。お、いいですね。おー、とりあえず基地かな。これでも今日来そうな気がしたなと思ったんですけど、大丈夫ですね。はい、水攻めっと。
まあなんだろう、官兵衛さんでも言ってしまってたなっていうのを改めて思い出したわけですよ。な結局言うんかいで話してるけど、なんと水路が結構信長さん足早いですね。まあ、信長さんいわゆるチート級のキャラですから、何でもあり足も早いぜって感じなのかな。この重厚、おい、何をしておるか。重厚な感じだったら足を遅くても頷けるんですけど、早いですね。ウィウィって言ってるんだけど、ウィって言ってるの聞こえるんだけど、実際なんて言ってるのか。落ち着いていけ。風林火山、敵が下の陣に行ってんな。おいおい、もう走らない、なかなかだな。よいしょ、ほい、倒した？倒してなーい。倒した、戻るわ。あの陣多分名前付きだろうな。早く早く、ああ門もただじゃないってのに。来てるな、やっぱり名前付きだった。三千大勢を開けてしまった。あれ、どこ行った？あ、倒した、倒したか。じゃあ行きましょう。で、右側の陣を潰して、まあ、レベル上げするんだったらあれかもしれないけどな。右側の陣よりもなんだっけ、入って、ね、地味に食らったんだけど、右側の陣やるよりも真ん中の陣を潰して経験してもらうべきかもしれないんだけど、進む道間違ったな。おーおー、ナイス、8回して間に合う、間に合った。親方様にいい土産話持ってやってる時のなんかこうあまりにも早いんで、こうプレイ動画として撮ってアップしようかなとか思ったんですけど、結局やめました。結局やりませんでした。いやー、まあ難易度難しいでサク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 グーって言ってたんで、もう本当にサクサクにするんだったら普通でやりやって話なんですけど、なんか普通ってねって感じなんでね、いつも普通はやらずに、あ、今日かよ、難しいで、うおお、前に落ちてなかった、やるんですけど、俺たち冷たいの頭、あれは魔、いや、闇、もっと当たる、冥府の底より来た恐怖、あ、ちょガスガス当たりますね。ここで基地で回復なんてことはなかった。むしろさらに追い詰めていく、あ、いった、じゃあ受けていきましょうか。あ、松永さん大丈夫、松永さん基本的に大丈夫か。おい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 、まだかな、割れそうかな、オッケー、じゃあ行きましょう。とりあえずは左の陣を潰して、サスケの分身を倒すっていうか消してかな。うん、走れ、信長さん早いね。こう官兵衛さんやってたのもあるから、なんか早いわってなる。三つ森の方が早いのかな。でもそんなめちゃくちゃ差はないと思いますね。今の武田にも、さあどんな反応してくれるかな、ドキドキだわ。例えばね、無印の実況の時はね、最後にサスケは魔王さんのところに行って魔王さんを倒して帰ってきましたからね。悪いけど帰ってくんない、魔王の旦那って呼んでくれるのかな。出ないと俺様ドキドキ怒っちゃうかも。サスケ、あ、サスケのムービー投げんだよな、まださらにあるんだよな。いやー、飛ばして、はい、しかし飛ばさない、あ、違うわ、しまった、今日1日前だった、中の人の誕生日の1日前だった、収録日、しまった、やってしまった、空の巣穴にも影は残っていたのです。あと1時間くらいすらだね、いつかなんですけど、分身を打ち消す手はないものか。なんか唯一知っている声優さんの誕生日、唯一知っている声優さんの誕生日、もしかして来てる、あ、来てないの、来てないの、迫るあいつを前に何を感じている、いや惜しかった、クソ、なんで今日が5日じゃないんだ、あー、これも今日、そうだ、求めるうわ、あ、大丈夫だ、多分大吉か吉だ、あ、しまった、セリフ聞いてなかった、ふふ、誕生日のことに頭持ってかれて聞いてなかった、ごめんなさい。さあとりあえず、バサラ技使っていいかな、一回ぐらい使っちゃおうかな、やったー、え、溜めてく、
範囲技がないんだよな。範囲技、範囲技っていうかこうなんだろう、リーチの長い技が今これぐらいしかないし、いや銃はリーチあるけどこうなんだろう、巻き込み系じゃないからな。五花の花にて誇るか散るか、なるがままぞ。何言ってんの、助け、セリフもう終わった。俺一人生き残ったって。終わった可能性が高いけどやばいかもな。おお大吉、この背を信じて続け。あ、ひふみよ、ひふみ、いむなや、ここのたり。ね、何言ってんだ、マジ何言ってんだ。進め、サスケ、甲斐武田が副将よ。オッケー、ナイス。のつもりはないんだけどな。サスケとか言ったですよね。今の武田を虎の抜けがと思われちゃ侵害だ。わからわざ使うの忘れたわ。あ、おかずでもいたんだ。さあ、このぐらい端っこに追い詰めた方が、まあ、こんな意図だったら避けられることはないと思うんですけど。頼もう、浄土のばあちゃん、念仏を教えて。逃げろーい、一目散に逃げろーい。それひどいわ。まあ、以前も、あーって、おう、あんたの前にいるのは遥か昔のサルトビサスケだ。ほい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 、めっちゃ抑え、まあ、めっちゃ熱いよ。せいせいせい、いけるか、いけないか。目の前の俺様、本物でしょうか。あれ、すかした。ほいほいほい、こんなバサラだったら絶対ガードされてるわ。草場に置いたあの軽妙さこそ強さの証明か。なん、無理やり言ったね。ああごめんねサスケ、ごめんね。一日早いけど誕生日おめでとうって。収録日だからこれアップすんの多分、多分早く代わりの影を見つけろよ、旦那。多分ね、あさってだと思うんだ。ごめん、今だけは泣かせてくれ。しかもサスケに行ったところでって感じだよな。うん、ごめんね。結局サスケのセリフ聞けなかったわ。雪村なんか言ってくれる。あとで編集でじっくり聞こう。そのものは武田道場に誇る豪強。あ、雪高さん違うな。え、雪高さんだっけ。読みより続いたあの道は、お兄さんの名前なんだっけ。信幸、え、信幸がお父さんだっけ。秘伝が味方であれば全く、じゃ、まさに千なきことなんだっけ、忘れたわ。なんかね、お兄さんとお父さんが出るっていう話をね、ここに来た時に出るのかな、名前だけかなと思ったら出ることになってて、わー出るんかーいと思って。おい、たぶん吉かな、話しましたっけ。なんか、あ、こちら、まあ、今後ろに松永さんがいるんでね、あの三好のね、長兄をやってる細やんがね、あの雪村のお兄さんの声をやるってことで、ちょっと感動な感じですね。よいしょ。だって最初にこうバサラのクレジット見た時に細谷の名前見た時、なんでお前そこにいんねんって思いましたもん。はい、ワンチャンね。あ、そうだ、次の舞台は本能寺の変ですね。動かざることやわることが固めたり、役者さんチェンジしちゃったんだよな。さあ、残念ではありますけどね。どうん、初期のキャストさんがもう明智さんやってる方しかいなくなってしまった。最後は万端にやらず、まあ、もしかしたらこの本能寺の変で明智さんの人も卒業かもしれない。可能性が結構高い。一騎打ちの腕、で新しい信長さんはね、新しい信長さんなんだろう、なんかね、なんかね、すごい見たことあるんですけどね。あの、そこふにてててててて、あ、みなそこ、みなそこの話がいい。なれか、この餌食の稚魚よ。ほうほうほう、そなたはしわににあらず。え、難しい言葉使ってる。あれでも、え、信長さんはなんか雪村に対しての言葉が言ってたけど、雪村は何も言ってくれない。無駄にはせぬ。雪村なんか言ってよ。そう、なんか新しい信長さんの人がね、あれなんですよ、あれ、西遊記のミュージカルでなんか見たことあるんですけど、西遊記自体あんまり知らないから、なんかのらりくらりとちょっと怪しい人をやってるなみたいな。他で何見たことあるの、他、あれ同じ人かな、同じ
とある戦隊に出てた敵キャツがあの人だったような気がするんだけど、あんまり自信がない後で確認してきます。幾度耐えたのか。はい、そんな話をしてライデン倒しました。熱する欲ぞあるものか。はい、許せ武田の者たち。雪村何も言ってくれなかったんですけど、お許しを。多分親方様、もしかして私はそれを聞き逃したかもしれん。喋りすぎて喋るのに集中しすぎて。いやー、まあ、安寧の眠りは新しい信長さん、どうだろうな。あ、でも、なんだろう、似合いそうですけどね、この衣装ね。うつに世の安息はなし。あとは喋り方ですよ。よく会に帰参とす。結構いろんな人モノマネできるぐらいだから大丈夫そうかなって思います。はい、っとな。さあ、新しい武器、新しい武器じゃねえな、まあ、新しいのも来ていいけど、まあ難しいだから、とりあえず強くなってくれたら、で、お、これ、あれ、あれ、いや、なんか想像してたのと違うのが来たのでびっくりしてます。はい、それでは今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。